なさん、こんにちは。こんにちは。今回はガーテンオブバンバン2の続きをやっていきたいと思います。前回は雲に追いかけられて、ビデオにバンバンが映ってたところで終わったのよね。うずくまって背中向けてたよね。今回は平穏に終わりたい気分。それでは進めていきましょう。ゆっくりメガネの時間が始まるよ。ゆっくりしていてね。そうそう、この画像よ。ふて寝してるのか疲れ果ててるのか。この行動にも何かしらの意味があるのかね。いじめられて監禁されてるとか、ね。部屋が2つあるよ、入れないかな？カードキーが使えそうだよ。何の部屋なんだろうね、幼稚園向きのものは置いてなさそうだけどね。倉庫っぽいよ、段ボールしか見当たらないし。メモ用紙あるね。早く読めば逃げられるかもしれません。あなたがこのノートを読むのに夢中になってる間に、私はあなたに忍び寄り、激しく殴るつもりです。なんだって？本当に殴られたんだけど、何なのこのメモ用紙は。読まなきゃよかったよね、殴られ損じゃん。姑息な手段使いやがって。あ、バンバンじゃん犯人は。一石三鳥カードキーは全部手に入るし、完璧な標本は手に入るし、下のやつと関わらなくていいし。そしてそれは全てあなたのおかげです。おいおい、そんなに強く殴ってないだろ。殴ったことに変わりなないでしょうが。あるいはそうだったかもしれない。いずれにせよ手術の準備をしている間、昼寝をするのが一番だ。え、手術、されるの？主人公の意識が遠くなっていってるけど。捕まったってことだよね？明らかにさっきの部屋とは違うからね。扉が×印ついてる、ってことは開かないってことだよね。ねえ、あの台って手術の時に患者さんを運ぶ台じゃない？やばいじゃん、早くここから逃げ出さないと。相棒のドローンが一緒で心強いわ。あちこちのドアが封鎖されちゃってるのね。行き場を完全に失った感じ。ドローンで押せそうなボタン見っけ。よし行け、ドローンよ。扉が開くのかな？×印のライトがついただけじゃんね。中に入れるわけじゃないのね。ドローンでどうにかならないかな。あ、右側に行けそうだよ。ガラスがうまいこと割れたね。またボタンがあるから押してみよう。床に何か落ちてるよ。カードキーだね。次はどこの扉を開けられるんだろう。板が張られてる扉は無理そうだよね。拾ったカードキー突っ込んでみようか。この緑の引きずった跡はもしや、ジャンボ女子かな。誰かに引きずってこられたのかもしれないね。でも、結構な巨体だったよね。おお、エレベーターが迎えに来てたよ。乗っては見たものの、これ以上地下へと向かうのかしら？エレベーターにまたジャンボ女子が襲ってこないかな。お、今度は上へと向かうみたいよ。ここが地下の最深部だったのかもね。でもさ、他にも施設あったからこの地下よりもっと地下が存在するかもしれないよね。トンネルとか地下とか苦手なんだよね。勘弁してほしいよ。密閉されてるの苦手だもんね。もうすぐエレベーターから降りられるよ。意外と速度安全運転なのよね。そうそう。到着だね。随分と平和そうな壁紙だけれど。一応幼稚園の施設内だからじゃない？住み着いてるのは化け物だけどね。待って、なんかでかいのいたよね。死んだ魚のような目玉をしているけど。でもさ、緑で巨大って言ったら。めっちゃ襲ってきたよ。黒目が戻っちゃったのね。片手で襲撃しやがって。完全に道を塞がれたよ。くそー、右に回避してやる。あそこにも緑が横たわってるのよね。ジャンボ助手ではないのかな？大砲あるじゃん。弾がないから発射できないけどね。部屋の数が結構あるなぁ。この部屋入れそうだよ。見るからに手術室のように見えるけど。人体実験されちゃってるのいるじゃん。でも見た感じ化け物に近かったから放置でいいか。手術室の割に殺風景すぎやしませんかね。ピンクが横たわってるけど、無害ならそのままほっとこうか。隣の部屋も入れそうだよ。おっと、こいつはうなだれちゃってる。この絵は子供が描いたものなのかしら。なんか意味がありそうだけどよくわかんないよね。文章にでもなってればわかりやすいんだけど。謎解きなのかもしれないよ。ヒントが少なすぎるから難問そうだけど。それにしてもここは病院ではないのかね。病室たくさんあるけど。この部屋も入ってみようか。ここにはさっきの化け物の色違いが何人かいるよね。この絵、配合の仕方が書いてあるのかな。抹紙までの注意喚起だって。
キャプテンフィドルスの家系図だったりして。このケースなんだろ？なんかを集めてあの瓶に溜めていくんじゃない？もしや、この注射器で？そうだと思う。化け物から抽出しないとならないとは。簡単に抽出できたは採血的な感じかな。化け物全部から採取しろってことだよね、きっと。泣き言を言っても進まないからやるしかないのさ。赤、発見採血してる間は襲ってくるなよ。意外と横たわってるだけで動かないから大丈夫そうだよ。なんとも言えない風貌だよね。何人いたかな？あと緑がいたはず。この部屋に茶色いなかったっけ？いたよ、ピクリとも動いてない。これで全部かな？瓶の部屋までワークしちゃおう。抽出したものをぶち込んでみようか。色は緑なんだね。一気に投入できるわけじゃないのね、ちびちび入っていく。自動機能はついてなかったみたい。まあ注射器だったから無理はないか。満タンになってないような。もしかしてジャンボ女子からも抽出しないとならないとか？ワークするか。てか、暴れまくられたら採血できなくね。そんな時は、相棒のドローンを呼んじゃいましょう。そうか、じゃあ面玉潰しとく？そうね、見えなきゃ襲ってこないだろうし、本性出てきたな。おお、意外と効いてる。やったね。自分の顔面ぶったたいちゃってるよ。これでジャンボ助手の採血もできた。これで満タンになったぞ。ドアオープンした。中にはお宝が入ってないんですよね。なんでか花火でした。そういや、大砲あったからそれでぶっ放せるんじゃない？ドカンと一発やってみるか。この大砲の飛ぶ方向はジャンボ助手じゃん。目ん玉めがけて一発かましてやる。あれは痛いよね。直撃でしたからね。失明しちゃったかもね。でも、痛さに負けて退散したよ。この狭い部屋のどこに消えてしまったのか。まあいいか、何事も追求したらこの幼稚園にいられないもんね。この積み上げたベッド、雪崩が起きないかしら。もう少しやり方ってものがあるよね。この部屋には化け物いないみたい。扉があるけどまた花火だったりして。さすがに二度はないんじゃない？カードキーだったよ、でもどこのだろ？ピンクのドアがあったからそこじゃない？そう、ここよ。さっきから同じ道なん往復してることやら。あっちゃうからワークしまくっちゃってるよ。暗闇しか見えないけど、何かいる？あ、外だよ。施設を移動した機械じゃない？ほんとだ、次はどこに行けるのかな？え、待って、何あの巨大な顔は。でかすぎる。襲ってくるの？今は平気そう、多分だけど。さっきはあんなでかいのいなかったよね。さすがにあんだけでかいんだからいたら気づいてたでしょ。ここの主なのかしら。何もしてこない間に中へとずらかろう。この部屋にはボタンが4個あるけど、ボタンが赤い順に押してみようか。赤いのを押すと次が赤くなるのね。4個押したところへワープ。そしてこのスイッチを入れたら OK です。2階へと行ってみましょう。扉が開いてる。綺麗な壁紙だこと。廊下が長すぎるんだよ、羨ましい。巨大カタツムリの襲撃から生き延びるには、と書いてあったけど。この施設はカタツムリ出てくるの、巨大とかほんと無理なんですけど。意外とここの生き物たちはやたらとでかいよね。巨大化を目的とした実験を行っていた、とか。こんな後ろ暗い施設は大体何かの陰謀に関わってるってことだよ。あれ？何かが光ってるよね？オピラバードじゃん。逃げないと、疲れる。目が合っちゃったけど、襲われる前に交代しちゃう。あの部屋に入ったから多分他のドアが開いたはず。開いてるドア見っけ、入ってみましょう。で、電気つかないの？真っ暗すぎるんだけど。電気ついたよ。わーお、バンバリーナじゃね？あの白いやつは？皆さん、新入生を歓迎しましょう。こんな地下にこれは幼稚園なの？授業に遅刻しましたね。今回は許してやるが、また遅刻したらボロクソに言ってやるからな。なんて言い方や。あなたは新入生で人気がない学生なので、真ん中の人気のないテーブルと一緒に座ることになります。さあ、座ってください。始めましょう。バンバリーナって先生だったとは驚き。座れ。もたくそしてると暴言吐かれるよ。怖っ。どこへ行くんだ？めっちゃ怒ってる。いやー。目の周りやばかった。化粧剥げてたね。見た目は女の子で可愛いと思ってたのに見事に裏切られたね。とりあえず真ん中に座っとこうか。今日の最初の授業は数学です。え？幼稚園でもう数学やるの？
学期中、他人を全滅させる方法、人間の脳を安全に取り出して食べる方法、などを学ぶことができます。あ、待てよ間違えた今日の4時間目でいいか。数学は1学期の間に、足し算、引き算、割り算、掛け算などを学びます。何やらせる気だよ。という感じで、とても楽しみですね。その前に基本的なことをおさらいしておきましょう。68億7410万3612+9億8193万9912の答えは何ですか？覚えておいてください。間違った答えは非常に厳しく罰せられます。どんな数字だよ。幼稚園児にこんな問題わかるの？わかんないから賢い子の答え見ちゃいましょうか。780億6063万3524。正解。今日の子供たちは本当によくできていますね。次の質問は自分たちで考えたものです。 2+2 の答えは？これなら私にだって楽勝よ。利口な子に聞いてみるか。4、正解。うわぁ、みんな間違えるかと思ってました。では、昼休み前の最後の質問です。悲惨たす失望とは？これから未来ある子供に対して聞くことじゃないと思うけど、感傷的なのは劇的な子に聞いちゃおう。私生活、正解。残念ながら今日の数学はこれでおしまいです。昼休みに入り、戻ってきたら次の授業を始めます。お弁当持ってきた？持ってるわけないよね。バンバリーな声からとりあえず教室出るか。ここにいるものはみんな生き物なの？生き物って前提で話してたからそうなんじゃない？私たちはクールキッズでガムを噛んでいます。ガムを拾ってきてくれたらお金と交換しよう。だってさ、ガムの残骸集めね。お金と交換してくれるからお昼ご飯買おうよ。ナイスアイデアじゃん。お腹すいた。この狭い部屋の中だけなのかな、落ちてるのは。ここも何か書いてある。このトンチキを救いたいのか。給食費を払えだって、ひどい言い方だ。まったく、どこから見てもボーリングのピンだよね。向こうにも書いてある。こっちはジョウロだね。どうかこの友人を救ってください。あそこでいじめられているんです。さっきボーリングのピンのところにいたよね。バスケットボールとボーリングのピンとジョウロと三角関係なの？仲は良くないってことだね、きっと。これさ、ガムを渡してお金を交換するじゃん。はいよ、ガム拾ってきた。このお金でボーリングのピンの給食費を払おう。私のお昼代は。これでジョウロを返してもらって届けに行こう。3組のお悩み、無事に解決ってことね。これでみんな仲良くなれるはず。扉が開いたね、サングラスが入ってた。そういや、バスケットボールがサングラスつけてなかったっけ？皆さん、ご注目ください。このお知らせでお昼休みは終わりです。各クラスにお戻りください。早く戻らないと。また、先生方、ドローンを待っていると思われるとてもとてもやんちゃな生徒を探していますのでご留意ください。え？ドローン持ってるんだけどやばくない？捕まえた場合は、すぐにバンバン校長室に連絡すること。見つからないように隠しておくしかないよね。もう、みんな席についてるよ。また怒られちゃう。ねえ、彼らが言っている、あの人見てないよね。ああ、何を言っているんだ。君はクールな子供の一人なんだから。当然彼らのような醜い不人気な子供とは話をしないよね。自分の席であるクールな子供たちのところへ座ってください。クールな子供ってどこだよ？子供じゃないしな。みんな無機質なんだよ。落ち着けて。早くしないとまた近寄ってきちゃうよ。さて、子供たち、次の授業は科学です。数学の時もそうでしたが、今回は1学期最初の授業なので、復習の授業だけになります。その前に教室のルールの紹介をします。食べない、取らない、呼吸しない、動かない、質問しない、トイレ休憩しない。もしこれらのルールを破った場合、私はあなたにとても厳しい罰を与えなくてはならないことを忘れないでください。授業に戻りますが、まずは簡単なところから始めましょう。太陽は何度まで熱くなるのだろう？まあ、科学の授業っぽいよね。誰のをカンニングしようかな。人気者か学級委員なら正解しそうじゃない？私ほど熱いものはない。みんな笑っちゃってるよ。しかし、それは私が笑ったからであり、あなたがクールな子供だからです。そのクールなメガネでわかる。次の質問です。タコの心臓は何個ある？タコねー、足は8本だもんね。蜜だよ。スピンザーフリン。あれ？タコだったの？
正解。スティンガー・フリンはタコに近いのでそれは半分正解ですね。彼はクラゲなんだ。でも、あなたが料理好きな子だから許しましょう。普通のタコは心臓が3つ、私たち人間は1つ、スティンガー・フリンは。実はよくわからないので先に進みましょう。私たちには5つの感覚があります。視覚、嗅覚、味覚、触覚、そしてあと1つが問題なのか。それにしてもバンバリーナって人間だったとは。私たち人間はって言ってたもんね。悲鳴。正解。あなたは私の第五感を利用しましたね。機械ですね、許可します。残念ながら今日の科学の時間はこれで終わりです。2回目の休憩に入り、それが終わると次の授業になります。トイレ休憩ってことかな。さっさと休憩室へ向かおう。あの無機質な奴ら、移動速度が速すぎない？一緒にパンクやるか。ランチ代遅れだと。こっちが欲しいわ、昼まだ食べてないのに。このジョウロ、お金持ってるわね。ラッキー、ピンの横にお金落ちてる。よく見ると向こうにもあるから取られる前に急がねば。ジョウロの間のお金もいただきだぜ。バスケットボールも隠し持ってるんじゃないの？隠してやがった、いただき。結構溜まったんじゃない？さっきのジョウロの間のまだいただいてないよ。これこれ、これで全部いただいたんじゃない？やっぱり、ここに置いてしまうのかぁ。私の昼飯代がボーリングのピンのくせに生意気だ。あの棚にゴールデンピンあるよ。高く売れるかなぁ。皆さんご注意ください。このお知らせをもって2回目の休憩を終了します。各自の授業にお戻りください。ああ、また食べ損なってしまった。なんと1日に3人も新しい子がいるのですね。ずっといましたけど、覚える気がない？人気がない子が1人、やばい。かっこいい子が1人、意地悪な子が1人。ようこそ、左側のテーブルに座ってください。なんでか、三役こなしてる気がする。化粧濃いな。さて、子供たちよ、次の授業は健康と優しさだ。近すぎる。算数や理科でやったように、あくまで復習のための授業になります。まずは、バカな脳みそをリフレッシュするために、常識的な知識から始めましょう。どなたか、不親切な人の例を挙げてください。そんなの挙げられたくないじゃんね。近くで見るとがたいよすぎるだろう。このテーブルろくな子供いないじゃん。あなたが死んでも構わない。正解。子供に言わせるなよな。完璧な例ですね、グッドジョブ。もちろん私に向けられたものではないと仮定してですが。さて今回は、どなたか優しい人の例を挙げてください。やっぱり、私のことじゃない？寝言は寝て言え。あなたに絶大な苦痛を与える。正解。何をもっての正解なのか。その通りです。見返りを期待せずに他のものを与えることこそ、まさに優しさなのです。このクラスは素晴らしいものになりそうですね。そう、感じるぞ。うさんくせえ。待てよ、今のはなんだ？新入生なのかな？確認する間は誰も動くなよ。私たち以外にも誰か侵入してるのかな？好き好んでこんなところに来る変わり者いないよ。それか行方不明の幼稚園児とか？マンバリーナ、行っちゃったね。鬼の犬間に、ここから脱出しちゃおうか。ここのドアをドローンで開けよう。バンバリーナが舞い戻ってきませんように。よっしゃ、開いたから急ごうよ。このスイッチなんだろうね。サボっていることを密告するなよ。そうすれば、ガムをやるよ。こいつ、サボってやがったな。密告してやる。いやだ、もうやめてくれ。やべ、バレて追いかけてきてる。実は、今回からいい先生になろうと思っていたんです。嘘ばっか言ってる。バンバリーナから全力で逃げるので今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、またね。この動画をご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょっと、空気の読める男ではなかったのか？空気は読んでるつもりだが。マジか。おすすめ動画と関連動画もぜひご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。